渋谷マークシティ。渋谷マークシティは、東京都渋谷区道玄坂一丁目にある、株式会社渋谷マークシティが運営する複合施設で、ある。2000年度グッドデザイン賞受賞、建築、環境デザイン部門。イースト、イーストイコール東と、ウェスト、ウェストイコール西の二棟のビルからなり、バスターミナル、東急玉川線渋谷駅跡地、東京地下鉄渋谷駅構内側線。 渋谷車庫、京王電鉄渋谷駅にまたがって建てられている。渋谷マークシティは、京王帝都電鉄、現、京王電鉄、帝都高速度交通営団、現、東京地下鉄、東京急行電鉄が所有する土地、合計約1万4000平方メートルを一体として、有効活用を図り、鉄道施設上空利用施設として老朽化した、既存施設を更新し、 鉄道施設の改良に合わせて、ホテルオフィスと二棟の高層ビルを建設。さらに鉄道施設上部を利用して、東西を貫く遊歩道を設置し、鉄道の相互アクセスの改善と道元坂を含めた、町の回遊性を高め、福都心渋谷の活性化に資するとの方針に基づき、建設された。八港、広場川京王井の頭線渋谷駅上に、マークシティイスト、 道玄坂上川東京メトロ車両基地上にマークシティウエストが建てられた。また敷地は渋谷駅から道玄坂上にかけて16メートルの高低差があり、道玄坂上でマークシティウエストの4階レベルとなる。この特性を利用し、鉄道施設上部に敷地を貫通する遊歩道を設置して店舗を配置することで新しいショッピングモール、マークシティモールを誕生させた。 施設は1994年に着工し、2000年4月7日に、大人発信地をコンセプトとして、渋谷で生活する20歳代後半以上の女性をターゲットにオープンした。渋谷マークシティのオープンは、渋谷駅周辺の人の流れを変えたと言われた。運営会社は、上記3社の持ち分出資であり、ホテル、オフィス、マークシティモールの 各商業区画は3社の共有物件である。京王井の頭線が入線する渋谷駅部分は、京王電鉄の持ち分であり京王グルーの、物販店が出店している。マークシティモールは、約35店舗が出店。渋谷エクセルホテル東急は、5階から25階までに、配置され、フロントロビーラウンジ車寄せを5階に置く、客室数4 0八室。 収容人員685名。開業直後から連絡橋直下の1階イースと、入り口前が TBS テレビの深夜番組ライク王国のインタビュースポットとなっている。また、同じく TBS テレビとフジテレビ、2013年5月23日、タイが、同書3階、井の頭線渋谷駅へ上がる、エスカレーター部分の屋上にお天気カメラ、情報カメラを常設している。 他局はすべて駅前スクランブル交差点に設置している。中、TBS と富士テレビが離れた場所に設置していることで、他局とは違うアングルから、渋谷駅前の表情を番組に反映させている。以降、本記事では便宜上、イーストと略記する、マークシティモール約30店舗が出店。オフィスは11階から23階までに配置され、 エントランスロビーは5階で遊歩道からエスカレーターでアプローチする。6階から11階は駐車場。5階にバスターミナルがあり、高速バス、主にバスタ新宿発着の京王電鉄バスグループ、共同運行便が中心や東京空港交通のリムジンバスなどが発着している。東京メトロ銀座線の渋谷駅構内側線、渋谷車庫は3階にある。以降、 本記事では便宜上、ウエストと略記する、長年東急百貨店東横店東館で営業していた食品売り場が2013年3月の東館閉鎖に伴い、イースト地下1階に同年4月4日移転をオープンした。地下連絡通路を通じて東横店地下1階のトキフードショーと一体運用となっている。また、 ウエスト地下1階とも地下連絡通路で結ばれている。5階に高速バスと空港連絡バスが発着するバスターミナルを構える。ウエストとイーストを結ぶ連絡通路の屋上にあたる部分にあり、ウエスト屋内オフィスフロアに待合室を設けていて、イーストにある渋谷エクセルホテル東急のフロントデスクとも連絡している。表示停留名は渋谷駅。 渋谷マークシティである。ただし、一部、渋谷エクセルホテル東急という名称を使用している。地平の乗降場と同一停留所であることを示す。ためか、乗り場番号は91番から始まる。羽田空港行き、木更津行き、鴨川行き以外は予約が必要。羽田空港行き、木更津行き、鴨川行きは IC 乗車カードが 使用可能で待合室の自動発見機で乗車券を購入することが出る。成田空港行きは渋谷エクセルホテル東急のアテンダントデスクで購入できる。以前は東急バスが運行する無料の渋谷循環バスが渋谷エクセルホテル東急の玄関前に乗り入れており、当施設とセルリアンタワー、セルリアンタワー東急ホテル、渋谷駅東口、東急百貨店東横店、 東館1階、東急百貨店本店の間を10から15分間隔で運行していた。現在は、渋谷駅東口、東急百貨店東横店、東館1階、東急百貨店本店の間のみ運行。この施設ができる前にもバスターミナルが存在しており、大井町駅業、旗ヶ谷折り返し所業、道玄坂歩行者天国実施中の、成城学園前駅業、 小前駅業、調布駅南口港や、東急バス運行の高速バス、ミルキーウェイなどが発着していた。現在のバスターミナルよりも前のバスターミナルは、東急多摩川線、多摩原廃止後の多摩川渋谷駅をバスターミナルに改築したものである。渋谷駅を発着する系統は1969年5月の、東急多摩川線大港バス輸送開始直前では、一日の、 発着回数が5000回に達し、これに代行バスの発着が加わることとなったため、飽和状態となった。この状況を解決するため、東急玉川線渋谷駅跡地を利用し、既存バスターミナルの混雑緩和を図ることになった。1970年に品川線、渋谷品川区役所間の使用を開始し、同年10月より、透明急行バスも、 東急急本社前の乗り場より移転、使用開始となった。なお、東名急行バスは1975年に廃止されている。その後、旗がや線や成城線、歩行者天国時、東急百貨店送迎バス、夜行高速バスも、東急バスターミナルに発着した。現在では、再開発により、渋谷マーク式となっており、バスターミナルとしての役割は、 マークシティ5階の高速バス乗り場に受け継がれている。ミルキーウェイは、東急バスターミナル廃止から、マークシティ開業にかけて、渋谷駅東側の明治通り路上にある、渋谷東急院前に停留所を設けて発着していた、時期がある。バス停位置は、都営バスの池86系統や早81、系統のバス停よりもやや原宿寄りであった。このバスターミナルの廃止後、跡地は、 京王渋谷駅ホームの拡張に使われ、連絡通路も京王渋谷駅やマークシティへの連絡通路に改築された。駐車場がウエストの6から10階にあり、最大430台まで収容できる。24時間営業で料金は次の通り。渋谷駅下車、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。